ボーカルとしてステージに上がるのが初めてなんでめちゃくちゃ緊張してますけど、まあ、皆さんお楽しんでください。よろしくお願いします。中古で買いました。やったね。なんでそう、まあ、あともう2曲あるので、まあ、楽しんでいただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。
無心としちゃうから脳卒中になりそうなんか酸素足りないと俺毎回なってるもんね痛くても俺なってるもんねいやそれで次の歌は次の歌は何をやるかというとニルヴァーナといえば何でしょうかあれだよね分かってるねあれなんですねはい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 ねもう衆議院選も間近に控えてるということで、まあ、そういうねちょっと政治にね、まあ、関わりたくはないですけれども関わらざるを得ない大学に私たちはいるので、まあ、そういうね歌をね歌っていきたいと思いますよ今日ねはいはいはいね熱いよこっちのマイクのボリューム下げてこっちのマイクのボリューム上げてもらっていいですかさあさあ次はまあねあの7月の、まあ、10日だったっけな確か10、11忘れちゃったけどあのまあ1年生のダルマダーツでデビコンというものがありましたそれで私とカンカンとケイシともう一人ダルマダーツの人でやってたんですけどなんとカンカンがあの次やる歌であのギターソロを飛ばすという俺にとってとてつもなく辛い思いがあったんですねはいはい、まあ、お互い辛いね思い出だねねトラウマだねそうその雪辱を果たすべく今日はカンカンがなんと歌っちゃいまーすサプライズやるつもりじゃなかったサプライズね。さ、では最後盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。